スです。今回はこんな感じのかっこいいカットエフェクトを作っていきたいと思います。このチャンネルではアフターエフェクツのチュートリアルを配信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。それではやっていきます。まずは新規コンポジションを作成します。そこに動画を並べていきます。今回はこのモノクロの空撮の映像と地下鉄の映像の2カットを使ってやっていきます。カットのタイミングを調整していきます。カット代わりにちょうど電車が入ってくる感じにしていきます。時間反転レイヤーを使って逆再生して進めていきます。空撮から地下鉄の電車が入ってくるカット、このような流れでやっていきます。一つ目の空撮のカットから作っていきます。まずは複製して全部で同じものを3つ作ります。そこにエフェクトのチャンネルシフトを適用していきます。まず一番上のレイヤー適用して、パラメータの赤以外を全てフルオフにして、このような感じの赤色の映像にします。で一回オフにしておきます。で2番目のレイヤーにもチャンネルシフトを適用して、今度は緑以外をフルオフにします。こんな感じにします。一旦オフにします。で3つ目のレイヤーは青以外を全てフルオフにしておきます。で全部表示をオンにします。そしてモードを上から加算、2番目のレイヤーも加算で、3番目は通常にしておきます。そしたら次にこの画面をカット代わりのところ揺らしていきます。まずこのカットの変わり目のところまで持ってきて、でこの3つのレイヤーを全て選択して位置を表示させておきます。でここに一旦キーフレームを打ちます。そしてそこから10フレーム戻ったところでもう一度キーフレームを打ちます。3つのレイヤー全部にキーフレームが入っている状態です。そしたら一番上のレイヤーのキーフレームを選択してビグラーを使って揺らしていきます。数値は30-80でいきます。で適用します。2つ目のレイヤーも同じように、3つ目のレイヤーも同じように適用します。こんな感じで画面が揺れて3色の色が表示されるようになります。そしたらこの揺れた分の端が切れてしまっているので、ここを映像で埋めていきます。エフェクトのモーションタイルを適用していきます。まず一番上のレイヤーをやっていきます。出力幅と出力高さを200にして、でミラーエッジをオンにします。はい、こんな感じでカットが埋まるようになります。同じエフェクトを2番目と3番目にもペーストしていきます。はい、こんな感じで空撮の部分のエフェクトが入りました。同じ要領で2カット目の地下鉄の部分も加工していきます。まずは複製して全部で3つ作ります。そして先ほどと同じようにチャンネルシフトを適用していきます。まず1つ目、これは赤以外を全てフルオフにします。で2つ目のレイヤーは
緑以外を振ろうです。で、最後の3番目のレイヤーは青以外をすべてフルオフにします。そして上から加算通常でしておきます。で、位置にキーフレームを打っていきます。キーフレームの位置は1フレ戻ったここの位置でキーフレームを打っていきます。こっから10フレ進んでもう一回キーフレームを打ちます。で、同じようにウィグラーをそれぞれ適用していきます。はい、こんな感じで揺れてます。で、画面が切れてるところがあるので空撮で適用したモーションタイルのエフェクトを3つのレイヤーにペーストしていきます。画面の切れてるところも埋まりました。これで完成です。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。